それでは平成31年小町市議会第1回定例会の開会にあたり、市政方針、市政運営に臨む私の基本的な姿勢と平成31年度当初予算案につきまして、その概要をご説明申し上げ、議員各位並びに15万余市民の皆様方のご理解とご協力をお願いいたしたいと存じます。私は去る2月3日に執行されました小牧市長選挙におきまして、市民の皆様より3期目の市政を担うことへのご信任をいただきました。3期目のスタートに立たせていただくことができ、さまざまな課題に対してこれまで進めてまいりました数多くの取り組みについて後退させることなく、引き続きさらなる前進を図ることができますことを嬉しく思っております。平成23年の市長就任から9年目を迎え、改めてその責任の重さを痛感をするとともに、再び新たなスタート台に立ち、決意を新たにしております。選挙ですから当然市民の皆様の中には、私をご信任いただいた方もそうでない方もいらっしゃるわけではありますが、私は市長として全ての市民の皆様と向き合わなくてはなりません。そしてできるならば、全ての市民の皆様のご理解とご協力の中で、皆様と力を合わせてより良い小牧市の創造へと進めてまいりたいと心から願っております。私は反対や批判は謙虚に受け止めつつ、一方で私に投じられた過半の票の重みを感じています。市長選挙は市民の選択でありますから、まず第一義的に私が選挙でお訴えをした施策を着実に実行し、私に寄せていただいた市民の皆様のご期待にしっかりと応えていくことが私の責務であると考えております。市長として謙虚さと力強さを併せ持ち、誠実にそして懸命にその職責を全うしてまいります。議員各位並びに市民の皆様のより一層のご指導とご協力を心からお願い申し上げます。私はこれまで改革と創造の姿勢、チャレンジをする姿勢を掲げ、将来を見据えたさまざまな改革と新たな施策の展開に全力を注ぎ、信念とスピード感を持って市政を運営してまいりました。また市民の皆様の多様な声に耳を傾け、常に誠心誠意、公正誠実に市民のための市政を推進をしてまいりました。平成26年に私の下で策定いたしました第6次小牧市総合計画新基本計画では、少子高齢化の一層の進展や人口減少社会の到来など、小牧市においても右肩上がりの時代から右肩下がりの時代に突入していくことを見据え、自治体経営改革をも内包した新しい形の計画とし、市政戦略編に子育て、元気、支え合いのキーワードで表される子ども夢チャレンジナンバーワン都市、元気創造都市、支え合い共生都市の3つの都市ビジョンをまちづくりの基軸として掲げ、それに行政改革と市民サービスの向上を加えた4つの柱により、戦略的かつ効果的効率的な市政運営を推進してまいりました。足元を見つめるとともに、将来を見据え攻めと守りを意識したバランス経営に努め、健全財政を維持しつつ、福祉の充実、将来を展望したまちづくり、行政改革などを進め、この8年間市政を一歩一歩着実に前進させてくることができたものと考えておりますが、まだまだ多くの分野に解決すべき課題が山積をしております。今後も将来を見据えた改革と課題解決に向けた積極的な施策展開で、主体的に小牧市の明るい未来を創造すべく、改革と創造、チャレンジする姿勢をさらに強力に推進し、
安全安心で持続可能な将来に輝き続ける魅力と活力ある夢ある小牧の実現に向けて目指してまいりたいと存じます。特に本市においても最重要課題であります高齢化の問題に対しては2つのアプローチでチャレンジしてまいります。1つには幸せな高齢社会を実現するため市民の健康づくりを支援し支え合いの地域づくりに力を注ぎ元気と支え合いの地域内循環を目指す本市独自の取り組みにより高齢者が安心して暮らし続けることができる活力ある高齢社会小牧モデルの創造を目指してまいります。合わせて高齢化対策のもう一方のアプローチとして本市の20代から40代の人口の転出超過の傾向が続いていることに対して魅力あるまちづくりを進めることにより若年世代子育て世代の定住促進を図ってまいります。本格的な人口減少時代に突入し全国の自治体間で人口の奪い合いが激しさを増す中小牧市としてもこのまま若い世代が減り続ければ町は衰退し活力が失われてしまうことから若い世代の皆さんが住みたい魅力ある町づくりを進めるとともに教育環境の充実やさまざまな子育て支援の充実に引き続き取り組み若い世代子育て世代に選ばれる町づくりを進めてまいります。平成から新しい元号へ時代の大きな節目を迎える平成31年度はこれまで町づくりの羅針盤としてきました第6次小牧市総合計画新基本計画から小牧市町づくり推進計画へと市政運営の最上位計画が引き継がれ本市にとっても新たなステージに踏み出す重要な年であります。小牧市町づくり推進計画は小牧市自治基本条例の基本理念にのっとり市民議会のご協力をいただきながら多様な市民ニーズの把握や市内外の環境分析を行い多彩な視点と発想により小牧市市民憲章に掲げる理想の街の実現を目指して計画の策定を進めております。安全安心な街づくりを基本に子ども子育て支援や高齢者障害者支援による福祉の充実産業振興や地域活性化による将来への投資健全財政を維持するための行政改革など足元を見つめ将来を見据えて確かなビジョンと戦略を描き小牧市の明るい未来へとつながる羅針盤となる計画としてまいります。さらに市民の定住促進と市外からの転入促進に向けて新たなステップへと踏み出した小牧市地域ブランド戦略小牧市の少子高齢化と人口減少への対策である小牧市町人仕事創生総合戦略を着実に進展させ市内外の皆様に住みたいそして住み続けたいと思っていただける小牧市の実現を目指してまいります。以上私は小牧市長として3期目を迎え小牧市の将来を見据えて地域間世代間分野間のバランスを取りながら子どもが夢を育み高齢者をはじめ誰もが安心して暮らせる小牧市そして若い世代や子育て世代が住みたいと子や孫が住み続けたいと思う魅力と活力あふれる夢ある小牧市を創造するため議員各位並びに市民の皆様と力を合わせて小牧市の明るい未来につながるさらなるチャレンジと15万市民の幸せのための市政運営に決意を新たに信念を持って引き続き全力で取り組んでまいる所存であります。
それでは平成31年度の予算編成について申し上げます。本市の財政状況でありますが、平成29年度決算で法人市民税が経済情勢、企業の収益動向などを受けて増収となったことなどから、市税収入が3年ぶりに増収に転じたところであります。しかしながら、今後は少子高齢化の進展に伴う社会保障関連経費の増加、公共施設の建て替えや改修に要する経費が増加すること、また税制改正による法人市民税の一部国税化や法人税率の引き下げの影響があることなどから、財政は徐々に厳しさを増していくものと危惧しております。このような状況の中で、行政だけでなく地域全体で市民が互いに助け合い支え合っていく仕組みを強化していくことはしていくとともに、より一層の行政改革を進めることが必要と考えます。そこで平成31年度の予算編成にあたりましては、現在小牧市まちづくり推進計画の策定を進めているところでありますが、借りられた財源を最大限に活用する観点から、行政強化の結果を生かしつつ、議員各位や市民の皆様からいただいたご意見ご要望を十分に検討した上で、可能な限り市政に反映し、市民の皆様のご期待に十分応えうるよう編成したところであります。それでは以下、平成31年度当初予算案の主要な事業と施策の概要について分野ごとにご説明を申し上げます。まず安全環境についてであります。防災では市民の皆様の生命財産を災害から守るため、市民企業行政が連携し防災体制の強化を進め、想定されております南海トラフ巨大地震や内陸直下型地震などに備え、被害を最小限に抑えるよう防災力減災力の強化が不可欠であります。そこで新たに防災の専門家を配置するとともに、これまで市民に防災情報を伝達する手段として防災情報メールの配信やホームページ、SNS に掲載してまいりましたが、携帯電話などを持たずに情報が入手できない方に情報を伝達する手段として、登録された世帯に自動で電話やファックスにより避難を呼びかけるシステムを導入してまいります。また飲料水や食料などの備蓄品につきましては、小牧市災害対策備蓄品整備計画に基づいて整備し、地震風水害などに対して備えてまいります。さらに災害時に迅速かつ機動的に情報収集するため、ドローンを配備し災害対応力の向上につなげるとともに、さまざまな活用方法について引き続き検討してまいります。生活安全につきましては、昨年の本市の刑法犯認知件数は対前年比297件減の1375件で、9年連続で減少しております。これは自主防犯パトロール活動など市民総ぐるみの防犯対策に取り組んできた成果でありますが、今後もさらに防犯対策を積極的に進め、犯罪が発生しにくい環境を整えていく必要があります。そこでこれまでの商業施設、共同住宅、貸駐車場および区を対象とした防犯カメラ設置費補助金に加え、国が策定した登下校防犯プランに基づき、新たに通学路を中心とした場所に防犯カメラを設置してまいります。また地域で管理していただいておりました防犯灯をすべて LED に付け替え、市が一括管理することで維持管理コストを縮減するとともに、より一層の防犯対策の充実を図ってまいります。さらに全国的に社会問題となっております空き家問題への取り組みとして、
空き家等対策協議会を設置し、条例制定などの検討を進めてまいります。消防につきましては、地震や火災などの災害に備え、浜岩公園と自在前公園の整備に合わせて耐震性貯水槽を設置してまいります。環境につきましては、市民事業者との連携協力による温室効果ガス排出量の着実な削減と、省エネルギー再生可能エネルギーの普及拡大の取り組みを進めてまいります。特に省エネルギー再生可能エネルギー設備の導入につきましては、これまで住宅用太陽光発電システムに加え、これまでの住宅用太陽光発電システムに加え、新たに家庭用エネルギー管理システム、家庭用燃料電池システム、低地用リチウムイオン蓄電システムの設置助成を行ってまいります。また本市の環境施策の指針となる第2次環境基本計画が平成31年度に最終年度を迎えるため、次期計画の策定をしてまいります。ごみ対策につきましては、ここ数年さまざまな改善に取り組むとともに、市民の皆様のご協力により本市の再資源化率は平成28年度においては県下第1位となったところであります。昨年から東海大地区でモデル実施してまいりました雑紙の週1回回収や、新聞雑誌など雑紙以外の古紙古布類を各区で回収し、売却益が区の収入となる仕組みを市全域で実施することで、ごみ排出の利便性の向上とごみの減量および再資源化のさらなる推進を図ってまいります。またこれまで野良猫の去勢避妊手術の費用に対して助成してまいりましたが、野良猫に起因するさまざまな問題に対応するため補助額を増やしてまいります。続きまして保健福祉についてであります。支え合い共生都市の実現に向け、高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らすため、医療サービスや介護サービスを切れ目なく受けることができるよう、在宅医療介護の提供体制を充実するとともに、高齢者などの見守りを強化してまいります。在宅医療と介護の連携推進につきましては、小牧第一病院内に開設している在宅医療介護連携サポートセンターにおいて、相談支援、医療介護関係者の研修、市民の方への啓発活動など、さらなる医療と介護の連携機能の強化に努めてまいります。また認知症初期集中支援チームによる支援など、認知症施策の推進を図ってまいります。権利擁護支援につきましては、昨年7月に熊木市、岩倉市、大口町、扶桑町の西2町において尾張北部権利擁護支援センターを熊木市ふれあいセンター内に開設いたしました。自らの権利を守るために支援を必要としている認知症高齢者、知的障害や精神障害のある方々、またそのご家族などに成年後見人制度の利用支援や権利擁護支援に関する相談事業を引き続き行ってまいります。支え合い活動に対してポイントを付与して市内限定商品券で還元する支え合い生き生きポイント制度につきましては、市が指定する介護施設などでのお手伝い、地域での高齢者サロン活動などへの協力、地域協議会が主体となった高齢者などの日常生活のお困りごと支援の3種類で、現在までに1000人を超える方々にお互い様サポーターとしてご登録をいただいております。今後は介護施設などで活動をされる方の対象年齢を18歳以上に広げるなど、高齢者をはじめさらに多くの市民の皆様にお
互い様サポーターにご登録をいただけるよう周知をに努めるとともに、この制度をご活用いただくことで参加者ご自身の健康保持と活動の励みや広がりにつながり、支え合い助け合いの地域づくりが進むよう鋭意取り組んでまいります。元気創造都市の実現に向けて、自分に合った健康づくりにチャレンジした市民の方が獲得したポイントを市内限定商品券などに交換できる健康生き生きポイント制度につきましては、楽しみながら歩いて健康づくりができるウォーキングアプリアルコの活用と合わせ、より多くの方にご利用していただけるよう引き続き促進を図ってまいります。そして健康生き生きポイント制度と支え合い生き生きポイント制度を合わせた小牧生き生きポイント制度で、市民の皆様の元気と支え合いが地域で循環する仕組みづくりを引き続き進め、活力ある幸せな高齢社会の実現を目指してまいります。保健医療につきましては、健康づくりの知識や習慣を身につけていただくための健康教育や健康検診、予防接種など市民の健康づくりにより一層積極的に取り組んでまいります。早年期高齢期の方への個別歯科検診につきましては、対象をこれまでの40歳から70歳までの10歳刻みだったものを75歳までの5歳刻みに拡充し、歯周疾患などの早期発見早期治療を図ってまいります。予防接種につきましては、防げる病気は防ぐとの考え方で女性の拡充を図ってまいりましたが、さらにロタウイルスによる胃腸炎の重症化を防ぐため、その予防接種費用の一部を新たに助成してまいります。また風疹の抗体保有率の低い年代の男性を対象に、抗体検査および予防接種費用を全額公費負担として実施してまいります。市民病院につきましては、今後さらに多様化する地域の医療ニーズへの対応や病院機能の強化を図るため新病院の建設を行ってまいりましたが、開園を迎える本年5月1日にいよいよ開院いたします。全国の自治体病院の中でも有数の有医療病院として注目される中、尾張北部医療圏における中核病院として地域の医療機関との連携を深め、救急医療やがん診療、工事医療などを中心にさらに充実させ、安全で良質な医療の提供に努めてまいります。高齢者福祉につきましては、改築工事を進めてまいりました第一老人福祉センターが4月に全面オープンするとともに、今後も増加する高齢者の健康増進や教養向上に資する仮称第三老人福祉センターの基本設計を行ってまいります。介護施設の整備につきましては、認知症に対応したグループホームなどの地域密着型サービス施設の整備費を補助するなど、住み慣れた地域で介護を受けられるよう積極的に整備を進めてまいります。続きまして、教育・子育てについてであります。子ども夢チャレンジナンバーワン都市の実現に向けて、小牧市の誇る子育て支援が充実している姿を一層高めるとともに、さらに高い地域の姿として子どもの夢を育み、夢へのチャレンジをみんなで応援する町、子どもを中心に世代を超えて市民がつながっている町を目指すことで、全ての世代が暮らしやすい温かい支え合いの街づくりへとつなげてまいります。まず恵まれない子どもたちへの支援として、無料の学習塾小牧塾については、元教員の方や大学生など地域の皆様のご協力を得て、
東部、北里および味岡地区の3教室で学習支援を行ってまいりました。本年8月からは小牧地区を加えて市内全域の4教室に拡充し、さらなる支援を行ってまいります。また経済的に恵まれない一人親家庭などの子どもたちの大学への入学準備費用に対する助成や、子どもと親の学び直しを支援するため、高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座などにかかる費用の助成を引き続き行ってまいります。継続事業としては、子どもたちの地域や社会への興味愛着を高めるため、小学校4年生から中学校3年生までを対象に子ども向け広報誌コココマを作成配布します。小学生がデジタルのものづくりを楽しく学ぶことができるプログラミング講座を開催するとともに、トップアスリートによる夢先生を市内全小学校に派遣する夢の教室を実施し、子どもたちの健全な心身の成長を図ってまいります。企業と連携した子ども向けの市内産業見学会、職業体験会を夏休みに開催し、地元への愛着を深め、将来の夢を育む機会を設けてまいります。すべての児童館で幼児期から英語に親しむ講座、小学生を対象にした広報小牧レポーター制度、中学生高校生を対象にしたまちづくりスクールミーティングを実施するとともに、企業、市民、行政が一体となって子どもの夢を応援する子ども夢サポーター制度を実施してまいります。また体験研修、インターンシップ、ボランティアなど、自分がチャレンジしたい内容を提案発表し、優秀者に助成金を支給する夢にチャレンジ助成金と、国際的視野を持った人材を育成するため大学生等海外留学奨学金をそれぞれ実施してまいります。さらに子ども夢チャレンジ文化事業として、子ども遊びウィークや市民舞台芸術祭なども継続してまいります。今後も教育やスポーツ、文化、体験学習、イベント開催など多様な分野で子どもたちの創造性や豊かな心を育み、将来の可能性を広げることができる魅力ある事業を展開し、子どもたちの夢とチャレンジを応援してまいります。次に学校教育についてであります。特別支援学級に在籍する児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、学校生活サポーターを増員し、きめ細やかな支援ができるよう体制を整備してまいります。いじめや家庭内での虐待、貧困など子どもたちを取り巻く環境は深刻さを増している状況です。こうした問題を抱える児童生徒を支援するため、スクールソーシャルワーカーを増員し、教育、福祉などの関係機関と連携してきめ細やかなケアを提供いたします。また学級集団アセスメントを実施し、隠れて見えない児童生徒間の問題やケアを必要する児童生徒の状況把握に努め、支援を要する児童生徒への早期対応に努めるとともに、より良い学級づくりを進めてまいります。高等学校の授業料には公立と私立の間で格差があり、本市はこれを是正するため一部補助してまいりましたが、経済的負担をさらに軽減するため補助を増額してまいります。 ICT を日常的に活用する社会において、これからの時代を切り開く子どもを育成するため、 ICT 教育をさらに推進してまいります。そのためにまずはモデル校4校に3クラスに1クラス分程度のタブレット型パソコンを整備し、 ICT を活用した分かりやすい授業の実践検証を行ってまいります。小中学校へのエアコン設置につきましては、快適な学習環境を整えるため平成29年度までに普通教室に設置いたしましたが、
音楽室や理科室、図工室などの特別教室につきましても、中学校は平成32年度に、小学校は平成33年度以降にそれぞれ設置してまいります。小中学校の施設整備につきましては、老朽化、狭隘化している小牧南小学校の改築に向け、実施設計を行ってまいります。また、施設の長寿命化を図るとともに、中長期的な維持管理、更新にかかるトータルコストの縮減や予算の平準化を図るために、学校施設長寿命化計画を策定するとともに、トイレの洋式化など、計画的に学校施設の改修を行い、教育環境の整備を推進してまいります。次に子育てについてであります。我が国では少子化が進んでおり、核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化などから、子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくありません。安心して子育てができるよう、子どもの育ちと家庭の子育てを行政や地域をはじめ、地域社会全体で支援していくことが求められております。そのような状況の中、これまで中部公民館の 1,2 階にあった市の子育て支援の中核施設である中央子育て支援センターと中央児童館としての児童センターの狭隘化の解消を図るとともに、再開発ビルラピオ内の市の所有する空床を解消するため、ラピオの2階から4階にかけて子育て支援の拠点と子どもが主役となる拠点となる花鳥子ども未来館の整備を進めてまいりました。子育て支援の拠点につきましては、支援内容を充実し、子育て世代包括支援センターとして昨年9月にラピオ3階に先行オープンさせ、妊娠期から子育て期までにわたるさまざまな相談やニーズに対して総合的な支援を行っております。平成31年度から新たな取り組みとしまして、1歳の誕生日の節目に絵本をプレゼントし、読み聞かせを通じて親子の愛着形成を促進するとともに、妊娠届出時に作成したサポートプランの見直しを行ってまいります。一方、子どもが主役となる拠点につきましては、花鳥子ども未来館の2期事業として進めており、これまでに基本設計、実施設計が完了したところであります。この整備につきましては、今回の市長選挙で争点とされたことから、当初予算には計上いたしませんでしたが、市長選挙で推進を訴えた私に対する市民の皆様のご信任をいただき、整備を期待する多くの声も頂戴しておりますことから、今後市議会とご相談をしながら整備に向けて進めてまいります。なお、花鳥子ども未来館の設計業務委託にかかる市職員による情報漏洩の疑いについては、現在設置をいたしております第三者委員会で調査をいただいております。市民に信頼される市政を確保することは当然ながら市政の一番の基本でありますので、第三者委員会の今後の答申結果を踏まえ、私の責任においてしっかりと適切に対応してまいります。放課後児童クラブにつきましては、小牧原小学校のクラブ室の環境改善を行うとともに、保護者負担金では第2子半額、第3子無料の実現に向けて取り組んでまいります。保育園につきましては、待機児童の解消が急務となっております。待機児童解消を図るため、待機児童解消実行プランに基づき、近年増加している0歳から2歳までの低年齢児の保育事業に早急に対応すべく、小規模保育事業所の公募による設置補助などを進めてまいりました。現在、中部公民館の2階に
市直営の小規模保育園コスモを本年5月の開園に向けて整備を進めているところであります。今後も引き続き待機児童の早期解消に努めてまいります。子育てに関するさまざまな相談などに対応できる仕組みや地域全体で子ども子育てを支援する体制をより強化していくために保育園運営計画を統合した子ども子育て支援事業計画を策定するとともに小牧市版の放課後子ども総合プランの導入に向けて検討してまいります。続きまして文化スポーツについてであります。まず文化の振興についてであります。文化は人々に心豊かな生活をもたらすとともに人と人、人と地域を結び街づくりにも大きな役割を持っております。一昨年設立した一般財団法人小牧市民文化財団につきましては魅力的な事業にチャレンジし続けており市民の皆様から大変ご好評をいただいているところであります。小牧市民文化財団の事務所を市公民館3階に移設し気軽に文化や障害学習の相談ができるように窓口機能を充実させるとともに事務所の協愛化の改善を図ってまいります。今後も小牧市民文化財団を中心に市民文化団体などと連携して活発に文化事業を展開し本市が他市に誇れるような文化都市となるよう努めてまいります。本市のシンボルである史跡小牧山につきましては引き続き主核地区の発掘調査を行ってまいります。また小牧山南麓の小牧山南東のふもとに建設を進めています。小牧山城史跡情報館歴史る小牧が本年4月にオープンいたします。織田信長が築いた近世城郭のルーツとなる石垣の城や城下町の形成小牧長久手の合戦など歴史の舞台となった小牧山を最新の映像技術を用いた展示で説明するなど小牧山の魅力や歴史的価値を紹介してまいります。ぜひ多くの皆様にお越しをいただきたいと思います。新図書館の建設につきましてはこれまで建設に向けて市民の皆様の声を聞きながら非常に丁寧な進め方で取り組んでまいりました。平成32年度末にの開館に向けていよいよ平成31年度から工事に着手してまいります。また開館に向けての準備として ICT 化に対応した新たな図書館システムの構築や図書購入を進めてまいります。次にスポーツの振興についてであります。市民の皆様がいつでも気軽にスポーツに親しんでいただけるようまたスポーツを通じて健康づくりに取り組んでいただけるようスポーツ施設の整備やスポーツ活動の機会の充実を図り障害スポーツ社会の実現を目指してまいります。平成31年度は総合体育館の照明設備改修など快適で安全な施設整備を実施してまいります。続きまして産業交流についてであります。元気創造都市の実現に向けて次世代成長産業を含むバランスの良い産業集積を持続的に高めるとともに経済、雇用、財政の基盤が確立された活力ある街を目指してまいります。平成26年度に策定した市内企業の創業支援、企業の誘致、産業集積の推進、企業新産業展開の支援を柱とする小牧市企業新展開支援プログラムを平成31年度まで1年延長することとし小牧市まちづくり推進計画の策定後に改定を進めてまいります。また企業誘致につきましては本市の企業立地を奨励するため
企業立地促進補助制度により積極的な誘致を図るとともに、長年にわたり地域の経済や雇用の基盤を支えてきた企業に市内での事業活動を継続していただけるよう、工場の増設や設備投資にかかる経費についても引き続き支援してまいります。小牧市企業新展開支援プログラムに基づき、小牧商工会議所とともに長年検討と準備を進めてまいりました。本市のさらなる産業競争力に、産業力強化に向けて重要な役割を担う小牧新産業振興センターをいよいよ本年4月に中部公民館1階に開設し、市内企業の成長産業への参入促進、新事業展開への支援や AI、IoT に代表される生産性革命への対応支援など、市内の中小企業の競争力強化と継続的な事業発展のために必要とされる支援を積極的に展開し、活力ある地域経済の持続的な発展を図ってまいります。また市内の消費循環を高めて中小商業サービス事業者を支援し、地域経済の活性化を図る小牧プレミアム商品券発行事業につきましては、今回についてもほぼ完売の状況となりました。来年度も商工会議所と連携して実施してまいります。なお今年10月には国により消費税の増税が予定され、その影響を緩和するための経済対策として商品券事業を実施する予定であります。国の実施方針が固まり次第連携して対応してまいります。次にシティプロモーションについてであります。本市の魅力やブランドコンセプト、夢チャレンジ始まりの地小牧を市内外に発信していくため、本市の魅力を伝える新たなブランドムービーを制作するほか、引き続きピーチバスへの広告掲出や市の公用車へのブランドロゴマークのラッピングなど、さまざまな媒体による PR を進めてまいります。観光につきましては、観光振興基本計画にも続き、観光協会のホームページの多言語対応を拡充するなど、観光客の利便性の向上や市内の周遊を促すとともに、観光協会を中心に市民、事業者、商工会議所などと連携し、さまざまな取り組みを行ってまいります。これまで毎年7月に開催しておりました小牧平成夏祭りは、旧東華大線小牧駅舎撤去工事などが始まり、駅東公園が出汁の発着場所として使用できなくなる予定であることなどから、新しい夏祭りの在り方を検討してまいりました。平成31年度は小牧夏祭りとして、誰もが気軽に参加し、世代を超えた交流を育み、歴史と文化が織りなし未来を開く、にぎわいある街づくりにつなげる夏祭りを、小牧の新たな夏の風物詩となるよう開催してまいります。また触れ合いの輪を広げようをテーマに、毎年10月に開催しております小牧市民祭りが第40回の節目を迎えます。本市の友好都市である八雲町の特設ブースなど、内容を充実して開催いたします。いずれの祭りもぜひ多くの皆様にご来場いただき、楽しんでいただきたいと思います。さらに姉妹都市であるアメリカのワイアンドット市との交流も昨年55周年を迎えました。これを記念して訪問団を編成し派遣いたしましたが、今年はワイアンドットからの訪問団の受け入れを行い、活発な交流を進めてまいります。市内には9100人を超える外国人の方が住んでおられますが、互いに尊重し合い協力し合う多文化共生社会を形成するため、小牧市国際交流協会の日本語教室の講師を養成するとともに、多文化共生推進プランを平成32年度までの2カ年で改定してまいります。仮称小牧市農業公園につきましては、
身近な農業を通じた食の大切さを理解する場とするとともに、里山を生かし自然環境との触れ合いを通じた農業振興の発信の場を目指し、基本計画基本設計を策定してまいります。続きまして、都市基盤についてであります。まず市街地整備につきましては、将来の人口減少少子高齢化の進展が見込まれる中でも、本市の活力と暮らしやすさの持続発展を目指すため、都市計画の総合的な指針となる新しい都市計画マスタープランを策定してまいります。小牧駅周辺につきましては、魅力とにぎわいのある中心市街地の整備を行うため、新図書館および仮称子ども未来館と相乗効果を発揮するよう、小牧駅西駅前広場や市営駐車場の工事に着手するなど整備を進めてまいります。高田神社前駅の駅前整備につきましては、仮称第三老人福祉センターの事業進捗に合わせ、道路の実施設計などを行ってまいります。東海大センター周辺、東海大センター地区周辺につきましては、交通結節点としての利便性の向上を図るため、バス停車帯の整備にかかる実施設計を行ってまいります。また土地区画整理事業につきましては、既存事業の進捗を図るとともに、本庄地区については引き続き調査設計を進め、小牧原豊下地区については組合設立認可後に助成を行い、事業進捗を図ってまいります。次に公共交通についてであります。小牧巡回バスにつきましては、現在19コース1時間に1本程度の間隔で運行しております。今後はより効果的効率的な公共交通ネットワークを形成し、持続可能な交通体系の構築を図るため、平成32年度の再編に向け、持続可能な交通体系の構築を図るため、平成32年度の再編に向けて、引き続きルート、ダイヤの見直しを進めるとともに、パソコンやスマートフォンで運行状況を簡単に検索することができるバスロケーションシステムを導入してまいります。また、名鉄小牧線の小牧口駅につきましては、エレベーターなどを設置するバリアフリー化を本年11月の供用開始を目指して鉄道事業者に補助を行い、駅前広場ではトイレなどを整備してまいります。道路整備につきましては、主要道路や市民生活に密着した生活道路の整備を積極的に進め、小牧駅から小牧山までを結ぶ小牧駅前線延伸道路につきましては、平成31年度末の工事完了を目指してまいります。仮称小牧スマートインターチェンジ整備事業につきましては、地元篠岡地区のご要望を受け、東部地区の活性化などを図るため、引き続き検討を進めてまいります。水道事業につきましては、計画的な水道管の耐震化などを引き続き実施するとともに、下水道事業では平成31年度から地方公営企業法を全部適用し、より効率的な事業運営に努めてまいります。雨水対策につきましては、近年多発する集中豪雨などにより浸水被害に遭われている地域の対策や、道義川をはじめとする河川水路の改修などを引き続き行ってまいります。公園整備につきましては、市民ニーズを踏まえながら地域に根ざした新たな公園を計画的に整備し、緑道につきましては緑のネットワークの充実を図るよう、境川、綾瀬川の整備を計画的に進めてまいります。また公園照明灯につきましては、LED 化を行うことにより環境負荷の軽減やコストの縮減を図ってまいります。次に、昨年6月の大阪府北部の地震による事故を受けて、地震によって倒壊する恐れのあるブロック塀などの撤去を促進し、倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を図るため、道路や公共施設などに面するブロック塀などの撤去費用の補助や
民間木造住宅の耐震改修の促進を引き続き行ってまいります。また地震が起きたときに大規模な盛土造成地については地滑りなどの崩落が発生する恐れがあります。そこで変動予測調査を行い大規模盛土造成地のマップを作成し公表してまいります。続きまして自治体経営についてであります。私は市長就任以来改革と創造の姿勢を推進してまいりました。私の目指す行政改革は限りある行政の経営資源を無駄なく最適に配分しながら市民や民間との共同によるまちづくりを推進し官民全体で市民に支援に必要なサービスを維持向上させ将来にわたり持続可能な行政経営を行うことを目指すものであり小牧市ではこれを行政経営に地域経営の視点をも合わせた意味で自治体経営と呼びその改革に取り組んでまいりました。これまでさまざまな取り組みを進めてまいりましたが今後もより一層の自治体経営改革に取り組む必要があると考えております。まず地域の絆を強化するとともに地域活動を活性化し支え合い助け合いの地域づくりを推進するため小学校区単位を基本として設立を目指しております地域協議会につきましては昨年11月に光が丘小学校区と古希小学校区で設立され現在全16小学校区のうち半分の8小学校区において活動に取り組んでいただいているところであります。今後はさらなる活動の活性化に向け認定などの仕組みの制度化を図りすでに設立されている地域協議会の活動支援を行っていくとともに設立に至っていない地域に対しましては説明会の開催や地域の課題を話し合う場作りなどを通じて設立の推進を図ってまいります。次に行政サービスについてであります。旧東海大線小牧駅舎の撤去工事の計画に伴い本年3月末で小牧駅出張所を廃止いたします。平日に窓口を利用することが困難な市民の利便性向上と市役所本庁舎の混雑緩和を図るため昨年5月から毎月第4日曜日の午前に住民移動や証明書の発行など市民課業務の窓口を開設しておりますが本年4月からは毎週日曜日に終日会長を行ってまいります。住民移動業務を毎週日曜日に実施するのは県内では初めてとなります。また市役所へのさまざまなお問い合わせにつきましてはこれまで電話で多く寄せられていましたが受付時間が平日の会長時間に限られていました。そこで人工知能 AI を活用した自動応答システムを導入し利用者がスマートフォンやパソコンで24時間365日いつでも気軽にお問い合わせいただくことができる環境を整備し利便性の向上を図ってまいります。次に地域共同についてであります。平成17年度に開設しました市民活動センターにつきましてはこれまでさまざまな市民活動支援の取り組みを通じて多くの市民活動団体などの育成や共同のまちづくりの推進に努めてきたところであります。しかしながら役割や重要性が高まり事務所の共愛化が課題となってきていることから機能拡充を図るため再開発ビルラピオ内へ移転し整備を進めてまいります。またコミュニティの拠点として地域住民の多くが利用されている集会施設につきましては自治会などが行う自動体外式除細動器 AED の設置に対して費用の一部を助成する制度を創設し安心安全の確保と施設のさらなる利活用の促進を図ってまいります。
次に行政運営についてであります。本市の最上位計画であります第6次小牧市総合計画新基本計画は平成30年度が最終年度であることから自治基本条例に基づく小牧市民憲章に掲げる理想の町を実現するための計画として小牧市まちづくり推進計画を策定いたします。また行政改革の一層の推進を図るため外部委員による行政改革推進懇談会を引き続き開催し本市の行政改革の取り組みに対してご意見をいただく予定であります。ふるさと納税につきましては小牧応援寄付金として毎年全国各地から多くのご寄付をいただいております。今後ともさらに魅力ある制度となるよう工夫を施し実財源の一層の確保と市内産業の活性化市の魅力発信を同時に進めてまいります。以上平成31年度予算の主要な事業施策についてご説明を申し上げました。平成31年度の予算規模といたしましては一般会計は対前年度当初比 4.7% 減の547億5200万円一般特別及び企業会計を合わせた全会計の総額は対前年度当初比 11.2% 減の1204億3665万5000円となりました。歳入では固定資産税が家屋の新増築などを勘案し増額となることなどにより市税収入は前年度より3億円を超える増収になると見込んでおります。一方歳出では健全財政の維持と各分野間のバランスに十分留意しながら安全安心快適な市民生活を最優先としつつさらに地域の活性化や少子高齢化への対応など本市の重要施策について優先的かつ積極的に予算化するよう努めたところであります。市民の皆様が小牧に住んでよかったそして住み続けたいそういう気持ちを抱いて暮らしていただくために市民憲章に掲げる理想の街の実現に向けて魅力と活力あふれる明るい未来につながる積極型の予算が編成できたものと考えており平成31年度も小牧市のさまざまな課題の克服に向けて着実な歩みを刻む1年としてまいります。終わりにあたりまして現在小牧市は地域ブランド戦略の中で夢チャレンジ始まりの地小牧を町のブランドコンセプトとしております。郷土の歴史を振り返ると混沌とした戦国の時代織田信長公はその革新的な発想と類まれな行動力で次の新しい時代を切り開きました。私たちの町のシンボル小牧山に近世城郭のルーツとなる小牧山城を築き天下統一への夢を描きその壮大なチャレンジの第一歩を踏み出しました。また私たちの町小牧市はかつては菜の花が一面に広がるのどかな田園都市でしたが昭和30年代伊勢湾台風の甚大な被害からの復興の中で全国に先駆けて工場誘致条例を制定しトラックターミナルを整備し多くの企業の誘致に取り組みそれが今日の尾張北部の市で唯一昼間の人口が夜間の人口を上回る産業都市全国有数の健全財政を誇る豊かな町の礎となっております。当時の小牧市は小牧山を削らなければ市役所が建てられなかったほど財政状況は厳しかったと聞いておりますがそうした中にあっても先人は町の将来に大いなる夢を描き未来に投資しチャレンジしてきたのであります。小牧市はこれまで多くの先人たちのたゆまぬ努力と挑戦により逆境をチャンスに変え幾多の困難を乗り越えてきた歴史がありまさに
夢チャレンジ始まりの地小牧にふさわしい誇るべき歴史があります。今日本格的な高齢化人口減少時代が到来し、グローバル化や高度情報化の急速な進展など経済社会地域のありようがこれまでにない大きな変化を余儀なくされる激動の時代にを迎える中で、今こそ時代を切り開く新たな挑戦が求められており、今を生きる私たちもまた明るい小牧市を次世代に引き継いでいくために、今のことだけでなく将来の子や孫の世代をも見据えて未来へのビジョンをしっかりと描き、たゆまぬ努力と挑戦によって小牧市を守り抜き、さらに住みよく誇れる町へと発展をさせていく責任があります。私は郷土の先人たちが培ってきたチャレンジ精神をしっかりと引き継ぎ、高齢化の中でも持続可能な活力ある幸せな高齢社会を市民の皆様と共に実現し、誰一人取り残さない多様性と包摂性のある安心社会を築き、子どもをはじめ障害者高齢者といった社会的に弱い立場の方々を含む全ての市民の皆様が笑顔で将来に夢を描き挑戦できる小牧市、そして住みたい住み続けたい将来にわたって輝き続ける魅力と活力あふれる夢ある小牧市の創造に向けて、誠心誠意私の全身全霊をとしてまいりたいと存じます。議員各位並びに15万余市民の皆様のご理解とご協力を重ねて中心よりお願いを申し上げ、私の施政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。